ははい、えー、こんにちは葵水星です、えー、本日もですね、時計関係の動画の方を撮っていきたいと思います。で、実はですね、先ほど、あの、えー、私が持っていたですねロレックスを、えー、オーバーホールに出していたんですけども、そちらの方がですね、返、えー、ってきましたので、えーまあ、少しご報告というかですね、レビューしていきたいなというふうに思います。 で今回ですね、あのオーバーホールをお願いしたところが、ですね、えー、関西にあるですね、えー、こちらのウィーンさんですね、えー、とあの時計関係の YouTube の動画を出されているウルトラ・アストロンさんにですねあの実はえっ、ー、と教えていただいてですねあの、まあ、こちらを少し今回ですね、あのご利用させていただきました。 非常にあの丁寧なあの対応でして例えばあの一回分解が終わったらですねあの分解された写真を送っていただいたりとかあのオーバーホールの直前ですかね最終的な工程に入った時もまあ、少しあの えー、今の進捗状況はこうですとかってお連絡いただいたりとか、で今回、実はクリスタルですね、あのプラスチック風防なんですけども、の交換をしたんですねで、実は秒針も交換せざるを得なかったんですが、あのーまあ、本当だったら返却はないんだけども、あのー、返却しますよということで、今回、実はです、ね、プラスチック風防の方もですね、えーまああのー、古いやつの方はあは、のー、返していただけるということでですね。 非常にいろいろとあのサービスも良くてですね、<laughs> ぜひあのおすすめのところかなというふうに思ってます。まあ、当然あの、ねそう、日本ロレックスの正規店でオーバーホールする方が、まあ、いいとは思うんですけども、まあ、金額も少し安いし、えーまあ、かつですね僕の場合は、これあの、まあ、後ほどお見せしますけども、父親からもらったデイトジャストで、 えー、文字盤がですねトリチウムを使っている、えー、薬光がついているやつで結構古いやつなんですね。でせっかくなのでそのままあのー、その状態で残しておきたいなと思いましたので、まあ、それを考えると日本ロレックスだとです、ね、交換されてしまうので他のところでいいところはないかということで,です、ね、今回、ここの、えー、ウィンさんにお願いしたという経緯になります。 では、早速ですね、えー、開けていきたいと思います。で、これ、僕もですね、ちゃんと開けてなくて、えー、っとですね、これが、まあ、ウィンさんのですね、あのー、なんかまた、送り、送り状みたいなやつが付いてたりとかですね。で、今回、これはまだ本体の方ではないんですけども、そうですね。こんなのが、はい、まず、 入ってました <laughs> これシリアルナンバー入ってるんですけど、えー、オーバーホールのサービス保証書ということで、ですね、えー、いつオーバーホールが完了しましたということで、本当にこれ、今日19日なんですけど、昨日ですね、完了して、えー、送っていただいて、ですね先ほど届いたというような感じになります。まあ、裏はですね、こういった保証内容が書かれているということですね。 で、えー、さらにですね、先ほどちょっとお話をしていましたが、えー、これが、あの部品っていうかですね、まあ、あの交換した部品のその前のおやつですね。はい、これが、えー 交換する前につけていたですね、えー、プラフーボーと、えー、金無垢のですね、えー、秒針になります。あとはなんかいろいろ紙が入っていて、そうですね、あの納品証ですかね、金額が書かれてあるやつです。えーっとうん 少しお見せするとですね、オーバーホールの金額自体は4万3000円で、あの今回古い時計で父親からもらって、父親もずっとオーバーホール出してなかったみたいなんですけど、中のちょっとやっぱり部品がかなり傷んでたみたいで、それの交換とガスケットの交換、あとクリスタルと、秒針が追加の交換だったんですけども、トータル6万3000円で、消費税込みで6万9300円というような金額でした。 まあ、あのオーバーホールの料金自体は、ですねやはり正規の,の日本ロレックスよりは半分ぐらいの価格ですかね、今、8万円ぐらいだと思うので、はいえー、でただ、ですねこれについては、ですねやはりあのこ、ー、このウィンさんはです、ねえー、ロレックスの技術購入店というところでして、 まあ、要はもともとロレックスにいらっしゃった方とかも実はいらっしゃるようで、かなり技術も高いというふうに伺っております。はい。ではですね、早速、本体の方に、行っていきたいなと思います。はい。こちらですね。はい。まあ、こんな感じで。よいしょ。 こ,れこの箱自体は僕がですね、なんかちょっと別で持ってたやつに入れて、えー、純正じゃないんですけど、ということで、僕も初めて見るんで、はい、楽しみです。せーの。うわ、すみません、そうですね、まだこれだった。ほいっと。で、今回ですね、ブレスの方も磨き入れてもらって、ちょっとね、あのー、 で、入れて全部ですね、ポリッシュしてもらったんですが、すみません、あのね、ビフォーアフターをちょっと取ってなかったので、違いがあれなん、あの、わからないんですけども、ちょっと待ってくださいね。いや、もうすでにですね、あの、えっ、ー、と、送った前とは全然違う状態になっているような気がしますね。はい。 すいません、もたついちゃってますけど。はい。おお、ということで、出来上がったのがこちらになりますね。おおおぉっていうのはちょっとあれなんですけど、めちゃくちゃ、もともとあの傷がいっぱいあってですね、ここのちょっと小傷とかは、まあ、あのね、しょうがないとして、ブレスも結構ピカピカですね。で、 この中の文字盤はね、あの元々のやつをそのまま、えー、ご,しご利用いただいてるんですけども、プラスチック風防もですね、きれいになってますね、傷もないですし、えー、この辺もですね、まあ、ちょっとあ打ち傷で、ね、ちょっと深い傷には,は取れてない部分はあるんですけど、えー、わ、かったな。あの 実はポリッシュどううしようか悩んでたんですよ、ね、あのえっ、ー、となんかせっかく父親がずっと使ってきててまあね45年使ってきてて実はポリッシュ父親もしたことなかったあんまりしたことないって言ってたんですけどまあ傷ねそのまんま残しておくのもありかなとは思ったんですが まあせっかくね、あのその価値,価値っていうのは別に僕自身はですね、これもう売るつもりもなくてですね、まあ、最後までずっと使い続けようと思ってますし、あとあの実は僕ね、あのー、家に、家というか、結婚してるんですけれども、子供がいなくてですね、まあ、今後もまあ子供を作る予定もないので、まあ、実際はこれ、ねあのー誰に、誰かに渡すみたいなことができないんですけども。 ただあの、いずれ僕がここ考えているのは、あの僕、追い越子るんですね、姉の子供がいて、ですね、まあ、非常にあのおじいちゃん子で、まあ、私の父がめちゃくちゃ可愛がってるんですね。えーまあ、彼が今、もう高校生ぐらいになってるんだと思うんですけど、あと10年とか15年、今、の僕の年まではいかないでしょうけど、やっぱ30とかぐらいになって、ですね、社会人になったときに、 彼がこういうロレックスとか興味持ち始めた頃にね、あのー、引き継げればなってちょっと思ってます。まあ、それまで僕が一時的に預かってるみたいな感じですね。はい。えー、まあ、それまでですね、綺麗にやょっぱり使っていって、えー、まあ、10年度か15年後だとすると、まだ何回かですね、オーバーホーラーしていかないといけないんですけども、 まあ非常に今回もですねあのギリギリというか、もう内,内部がだいぶ傷んで、あのー、結構大変だったとっいう話も聞いてたので、あれ、えっと、まあ、今後もですねちょっと定期的にあのー、ちゃんとオーバーホールはしていってです、ね、長く使えるように、そしてまあ甥っ子にですね将来的には引き継げるようにですね、えー、していきたいなというふうに思っております。はい ちょっとつけてみます僕のちょっと想像以上のなんか光り方というかですねはいあのこんなに綺麗になるのねというのちょっと今実際びっくりしてます ビフォーアフターをとちゃんと取っときゃよかったなという後悔は、ちょっとあ今あるんですが、えー、本当に綺麗になって帰ってきました。もうね、プラスチック風防のここもね、あの、めちゃくちゃですね、汚れてて、汚れてっていうか、傷もあって、ね、ちょっと奥さんにもですね、ちょっとみそぼらしいわよって言われてたんですけど、 まあそれはそれで味があったんですが、やっぱりこう、綺麗にして使うっていうのが気持ちいいですね。はい。こういう感じです。はい。ということで、まあ45年前にですね、父親が海外で購入したですね、こちら、ロレックスデイトジャスト1601なんですけども、 またですね、あの綺、ー、麗によみがえって、えー、これからですね、えー、またあのー、長い年月ですね、私の元で、えー、使っていきたいなというふうに思ってまして、また将来的にはですね、あのー、誰かに、まあ僕のね、えー、と近い家族というか親族に引き継いでいければなというふうに思っております。はい、ということで、あのー、 本当にですね、えっ、ー、とー、今回、あのー、こちらのオーバーホールするにあたってですね、いろいろこう悩んでですね、文字盤の、この独特な文字盤なんですね、これが。あのー、ちょっと別の動画にも上げてるんですけども、あのー、えっ、ー、と、ゴーストダイヤルっていって、こうやって、あのー、見るとですね、この辺がこう消えて見えると思うんですけど、非常にあのレアなあの文字盤で,で、かつですね、ここの下に、えー、ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、 実はあのシグマのマークがついてるですね、えー、ダイヤルでシグマのマークがついてるっていうのはあのここのダイヤルが金を使ってますよっていうのを表してるっていうものなんですけどもこれって結構そのある特定の時期だけしか表記されてない非常に珍しい、えー、文字盤なんですね。 ということで、まあ、実はロレ日本ロレックスに持っていかれる、持っていくと、うどちらしのここ交換されてしまうという恐れがあったので、いろいろ調べていたところですね、まあ、ウルトラアストロンさんにですねご上限いただいて、まあ、今回、ウィンさんというところをご紹介いただきました。ぜ、あ、ひ、のーね、まあ、あの何かあの困っている、オーバーホールどうしようかって困っている方は、ですね、まあ、こ,のこちらのウィンさんをですね、 一つの候補として検討いただくのはいいんじゃないかなと思っています。なんか、あの、他の YouTube でもですね、あの、ウィン、スウィンさんで検索するとですね、あの、競輪選手の方がですね、あの、実はオーバーホールか何かにもこう言ってる動画が実は出てるんですよ。まあ、そちらを見ていただくと、あの、なんかですね、あの、お店の方が出られて、すごくなんか詳しく喋っていらっしゃるので、 まあそういうシーンを見ながらですね、ぜひあの検討いただければなというふうに思います。はい、ということで、うーん、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい。もう一回ちょっと、なめるように見ておきましょうか。このコンビのですね、チュビリープレスがまた、 まあ当然45年使ってて交換してないんで伸びはあるんですけどもでも全然だ、ね、あの使えるし全然気にもならないぐらいの伸びですねはいやっぱ研磨してよかったなあという感じですねちょっと研磨に対して僕ちょっとネガティブな印象を持ってたんですけど今回改めてですねやってみてやっぱり 研磨した方がいいなというふうに思いました、はい、まあさすがにこのね針はもうトリチウム薬を剥がれているのでちょっともう引かないですけどまあいい色ですよねすごいですよねこの文字盤は45年前のものその当時のものということで、まあ、非常に はい、ということで、あのー、ちょっとずーっと眺めているような動画が続いてましたが、はい、えー、ちょっと長くなりましたけれども、本日の動画は以上となります、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。